今回は税額控除の論点について学習していきたいと思います。まずは税額控除の位置づけと意味合いを所得税の体系図で確認したいので、これまでの復習をしたいと思います。所得税というのは個人の商味の儲けに対してかかる税金です。そして個人の商味の儲けとは何かというと、個人の商味の稼ぎから生きていくためにどうしても払わなくてはいけないお金を引いた金額というイメージです。個人の稼ぎにあたるのは課税標準というもので、10種類の所得の金額を計算した後、損益通算などをして求めます。そして生きていくためにどうしても払わなくてはいけないお金というのが所得控除のことで、課税標準から所得控除を引くと商味の儲けにあたる課税所得を求めることができるという仕組みです。で、これが前回までに学習した内容で、課税所得を求めることができれば、ここに税率をかけてそれらを合計すると算出税額となります。算出税額は基本的には納付する所得税の金額と等しいです。ただし算出税額と納付税額がイコールとならない場合があって、それが今回のテーマである税額控除が適用された場合です。で、所得控除は税率がかけられる前に課税所得を減らすことで間接的に税金を下げるものですが、税額控除は税額を直接減らす強力な制度です。名前が似ていますが、位置づけが全く異なりますから混同しないようにしてください。で、算出税額から税額控除を引くと、最終的な納付税額を求めることができます。税額控除にはいくつかの種類がありますが、配当控除と住宅ローン控除の2つだけ理解していただきたいと思います。まずは配当控除についてです。配当所得の論点を思い出していただきたいのですが、配当所得に対する課税方法は、総合課税と申告分離課税と申告扶養制度の利用という3つの選択肢があるということを学習しました。配当控除は配当金を受け取った場合に適用を受けることができる制度ですが、総合課税を選択した配当所得のみが適用の対象になりますので、その他の課税方法を選択した場合は適用を受けることができません。また、金融資産運用の分野で詳しく学習しますが、Jリートという不動産を対象とした投資信託の分配金は、所得の区分上は配当所得になりますが、総合課税を選択しても配当控除の対象とはなりません。それではここで配当控除の金額を説明する前に、なぜ配当控除という制度があるのかという理屈についてお話ししたいと思います。そもそも私たちが受け取る配当金は基本的に法人が利益を出して、そこから法人税が引かれた後の金額の一部が株主に対して還元されているという仕組みです。そして株主が受け取った配当金には所得税がかかります。で、これはよくよく考えてみると、法人が稼いだ利益に対して法人税と所得税が二重課税されていることになります。で、そこでこの不合理を解消するために個人が受け取った配当金には何かしらのメリットが用意されています。申告分離課税を選択すると株式等にかかる譲渡所得のマイナスと損益通算することができますし、申告扶養制度を選択すると扶養の判定において有利になります。そして総合課税を選択すると配当控除を受けることができるというわけです。ちなみにおいおい学習しますが、Jリートの分配金が配当控除の対象にならないのは、Jリートには法人税がかかっていないので、二重課税の問題がないからです。
次は配当控除の金額についてです。配当控除の金額は課税総所得金額等の額によって変わって、課税総所得金額等のうち1000万円以下の部分にかかる配当所得についてはその 10% が配当控除の対象になって、1000万円を超える部分にかかる配当所得についてはその 5% が配当控除の対象になります。例を使って説明しますと、例えば課税総所得金額等が1100万円あって、そのうち250万円が配当所得であった場合、1100万円のうち250万円が配当所得の金額となりますので、配当所得以外の850万円に250万円の配当所得が乗っかっているイメージです。そしてこの250万円のうち1000万円で線引きすると、1000万円を超える部分が100万円で、1000万円以下の部分が150万円であることがわかりますから、100万円の 5% と150万円の 10% が配当控除の対象になります。つまり配当控除の金額は5万円と15万円の合計で20万円となります。最後は住宅借入金等特別控除、通称住宅ローン控除についてです。これは住宅を買うなら税金を安くしますよと言って住宅の取得を促す制度です。住宅はそれ自体が高価な買い物ですし、住宅取得に伴って家具や家電、自動車など幅広い二次消費が生まれますから、景気に与える影響が大きいと言われています。そこで住宅の数を増やして景気を浮揚させようという狙いでこの制度が作られました。で、まずは住宅ローン控除の要件と手続きについてお話ししますと、景気を浮揚させるためにはある程度大きい家を建ててほしいので、ローンの返済期間が10年以上であることや、床面積が50平方メートル以上で、その2分の1以上の部分がもっぱら自己の居住のように供するものであることという要件があります。で、また早く消費活動をしてほしいので、取得などの日から6ヶ月以内に居住のように供することという要件や、富裕層は住宅ローン控除がなくても勝手に自己資金で家を建てるので優遇しても仕方ないと考えられたからなのか、合計所得金額が3000万円以下であることなどの要件もあります。そして住宅ローン控除を受けるためには、給与所得者は最初の年だけは確定申告をしなくてはいけなくて、翌年以降は年末調整で控除を受けることができます。次は住宅ローン控除の内容についてです。住宅ローン控除は基本的に最長10年間にわたって年末の住宅ローン残高の 1% を所得税の算出税額から控除するものです。ただし、ローンの対象となっている住宅の種類によって50万円または40万円の上限があります。また、控除しきれない金額は一定の額まで翌年の住民税から控除することができます。住宅ローン控除は論点が多いですから、きちんと復習しておいてください。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。